手話弁士、皆さんはこの言葉ご存知でしょうか。松山出身の男性が来月ふるさと松山で手話弁士として舞台に立ちます。その思いとは。手話弁士。映画のスクリーン横でセリフや音情報を手話で観客に伝える解説者です。かつて無声映画で活動弁士がセリフを音声で演じたように、手話弁士は手話で表現します。日本の手話弁士の第一人者、砂田アトムさん47歳。松山市出身で聴覚に障害がある砂田さんは、ろう者俳優として現在東京を拠点に活動しています。来月、砂田さんが手話弁士を務める映画の上映会が四国で初めて開かれることになりました。上映会を控え、砂田さんに話を聞きました。出身が愛媛です。生まれ育ったところで手話弁士ができること、本当に嬉しいです。ろう者だからという気持ちはありません。聞こえる聞こえない関係ないなくですね、みんなを楽しませたいという思いでやっています。イラストも得意という砂田さんが描いたイラストと言の葉です。強い方が勝つのではない、弱くてもチャンスはある、下手で何が悪い、上手くて何が偉い、関係ないじゃん。もう一度言う、あなたはやれるんだよ。不器用でも下手でも一生懸命、それが一番。手話って素晴らしく、ろうの自分は素晴らしい。全身でパワフルに演じる手話、それが砂田アトム流。字幕では伝えきれない手話弁士だからこその役割があるといいます。例えば、すみませんと字幕で出ても、それがソーリーなのかエクスキューズミーなのかわからないかもしれない。手話で表現するとそれがわかる。今回イベントで上映されるのは、韓国映画私の頭の中の消しゴムの吹き替え版です。日本語映画の場合、字幕がないことがあり、それでは見ることができません。本当にない時には諦めるしかないんです。聞こえない立場としては、字幕がないとやっぱり映像だけ見てもつまらないんですね。私は字幕を見て映画を楽しむことができますが、字幕の中に難しい言葉が出た時に分かりにくいケースがあります。もしそこに手話がついていれば、すべての内容を理解することができる。だからもっと映画を楽しむことができると思います。手話弁士というものは聞いたことがあるんですが、今回初めて目にすることができるので、とても楽しみにしています。今回のイベントは、愛媛県手話通訳問題研究会の40周年記念として企画され、研究会では来月の本番に向け話し合いを重ねています。弁士が立ち位置を書く、一応決めるときに、どの位置からどんなふうに見えるかを、このスタッフ各所に散って、見え方っていうのを確認してもらいたいと思っています。これは弁士が字幕入りの映像を見てタイミングよく手話するためのモニター台、手作りです。これ終わったらさ、ナイトマ君にプレゼント。いやすごいね、お勉強してくれ。いいね。でここにモニターが乗ります。それで角度がちょっと変えれるように、角度がちょっと微調整できて、あとここ幅があるので滑らせて、ここでもできる。なるほど、はい、すごいすごい、はい、素晴らしい。こういう手話弁士好きの映画上映会をどうですかって言っていただいて、よっしゃ
っていうので乗らせてもらって今一緒にさせてもらっているような感じですね。四国初ですのでたくさんの方にこう楽しんでもらえる内容かなとは思ってます。手話がすごく福祉の分野ではなく、あのなんていうのかな、暮らしとかそれから文化とか、あの言葉なので福祉で聞こえない人が使っててとか聞こえない人大変とかいうことじゃなくて、あ手話ってすごい魅力的な言葉なんだなっていうのを知ってる方は再確認で、知らない方おーって絶対思っていただけると私は思ってるんですね。その素晴らしい魅力的な手話をねあちこちでしてくださる方が増えると聞こえない方の暮らしがとっても生きやすくなる、暮らしやすくなる地域になりますよね。八百屋のおんちゃんがあの手話してくれるとかっていうことになるとものすごく聞こえない方にとって暮らしやすいあの町や県になると思うんですね。砂田アトムさんが手話弁士を務めるイベントは来月15日に開かれます。あなたも手話に触れてみませんか。手話って言葉でかっこいい。